I'm Yako, and I'm a singer of Milk Banana. 初めにバンドを始めた時は、こう自分たちだけの音を作りたくて始めて、だからなんか特定のバンドのを聞いてこういうバンドになりたいとかこういうふうに思ってバンドで始めたんじゃないんで、そういう面ではインスパイアされたっていうバンドは特にはいません。だけどもしいるとしたら、すごい昔のコンピレーションアルバムでノーニューヨークっていうコンピレーションのアルバムがあるんだけど、それを聞いた時はすごいショックを受けて、でそれを聞いて自分がなんかこうもっとオリジナリティがあるっていうか、ユニークなものを自分だけの音を作りたいって考え始めたのは、それを聞いたのがきっかけになったと思う。
確かにメルトバナナのバナナはウォーホルのバナナから取ったんだけど、特にこうポップアートをぶっ壊しちゃえとかそういう感じで取ったんじゃなくて、単にこうキャッチーでポップな名前が欲しくて。
ルバムがすごいポップになったっていう人は確かにすごいいるんだけど、あの自分たち的には曲を作ったりする時の気分的には何も変わってなくて、バンドを始めた時からもういつもキャッチーでポップなものを作りたいと思って曲を書いててこうなってきて、で多分最近こういろんなバンドとツアーしたり対バンしたりして、そういうポップとかキャッチーの表現方法が増えただけな感じ。